新日和り主義事件とは、1970年代初頭に、日本共産党中央委員であった、広谷俊二や民主青年同盟中央、常任委員であった、川上徹らが中心となり、民政同盟中央委員会を拠点として、党の公式路線に反対するための、党内秘密組織を組織した事件である。新日和り分派事件とも呼ばれる。日本共産党は、 規約で分派を禁じており、広谷、川上らの分派は1972年5月に、東中央によって摘発された。最終的には分派活動に携わったと判断された、党員約100名が共産党や民政同盟によって処分に付された。後日、東中央は、非処分者のものとする思想傾向を、新日和り主義と命名し、批判を加えた。 これが事件と文派の通称の由来となった。1972年5月から9月にかけて、日本共産党中央委員会によって、日本民主青年同盟、全日本学生自治会総連合、ジャパンプレスサービス、労働者教育協会、日本平和委員会、労組活動家などの党員約600名が、サモンと称する取り調べを受けた。対象者の在場は、脱して、 新組織を立ち上げようとしている疑いあるいは、共産党の沖縄編関東総論の理解の誤り、というものから、組織の金を横領した疑いなど多岐にわたった。後に、共産党指導部は取り調べた者たちを一括して、新非より未主義的傾向と定義した。中心的人物の一人、川上徹は、左門において党に対し、自分たち民政中央メンバーが11回大会後の、 道路線に疑問を持ち、党規約を無視して分派的な会合を持っていたことを自白し、後に著書、素描、1960年代で事件発覚後35年を経て事実関係を公表している。左門の対象者の多くが批判を受け入れる形で自己批判文を提出した。また、あらかじめ体の拘束について同意した旨の署名を書かされ、党中央が主張する。 容疑について否認する者は一週間以上の長期にわたって交流された者も,も少なくなかった。サモン期間中、サモンの対象者は一室に事実上難禁の上、監視下に置かれたことなどは、甚大な人権侵害事件であったという指摘も主に、サモン観光以後になされた。この事件を機に、事件前に、組織の要職にあったほとんどのサモン対象者は、現場の一党員として、 再出発することを余儀なくされたが、事件的発の規模のありに直後に、この件をもって共産党を離党した者は少ない。この事件で、左門された人物の中心は、民主青年同盟や民政系、全学連の指導者であった。全共党運動と対決してきた、日本共産党系の学生運動の担い手たちが、むしろ暴力的な学生運動の影響を受けて、急進化し、 場合によっては、共産党中央の指導を拒否して、学生、青年分野の指導担当者が独自の論理で運動を展開し始めたことに、日本共産党中央指導部が強い危機感を持った。国民の多数派を獲得して、議会を将来にわたって文字通り国民の意見が正しく反映する場としていくとすると、 党中央の人民的議会主義の路線に批判的立場だった、広谷俊二、川上徹らの文化活動であったとするならば、この摘発、排除自体は、議会重視の活動を党路線として、再確認したものと言える。また、広谷俊二、川上徹らは、大会決定への反対意見を抱いていたにも、かかわらず、党大会に至る世紀のすべての党会議で表明したことは、 事件的発まで一度もなく、表向きは、民主青年同盟内の規約改定の年齢制限の項に限った反対意見だと、当時は少し、党の議会重視の路線への反発は何年も、経過してから表明されたものであった。一方、1974年には、当時の民政中央上任委員が、翌1975年には同じく民政、愛知県委員長と、 前愛知県委員長が公安警察のスパイであることが発覚した。いずれも川上徹らによって組織の団結が弱まったところに公安警察が潜入させたものであった。彼らスパイ分派はむしろ地方組織の新日和り分派的発を積極的に進めて信任を深めた。スパイ分派事件は赤旗市場で写真付き記事で公表された。新日寄り主義事件は 左門を経て処分された者の多くがその後も、投石を有していたこともあり、その後あまり話題になることはなかった。1980年代半ばになって、いわゆる市民派と共産党との関係が構造改革論との関わりをもって問われた際、過去の事例として、彼らの主張が解雇されたことがあった。1997年になり、事件発覚当時民政同盟中央。 上任委員であり、各方面分派の中心人物であった川上徹が自身が当規約違反していた内容は伏せたまま、その体験を市民的感情に訴えるよう綴った佐問を発表した。この時、川上は共産党機関紙赤旗市場に事故の経営する同時代社の書籍の広告掲載を依頼し、これを断った共産党の対応をも話題としている。 日本共産党は、サモン観光に対抗して、1998年1月20日付、赤旗に、反論文、新日和り主義の文化活動とは何だったかを掲載。川上徹の著作は、共産党が文化参加者の自己批判と公正に配慮して、文化の具体的な実態や構成員を公表しなかったことを悪用し、事件を、あたかも、 冤罪であるように偽っていると批判した。民政同盟静岡県委員長を罷免された後、27年間沈黙を守っていたゆ井義しも、川上徹のの左門観光にこうして1998年に日本共産党を折り倒。1999年におめえを、翌年には虚構を表した。新日寄り主義文派は、 宮本式偽造分派基準によるデッチ上げ分派であり、自身は分派結成には全く無実であると主張した上で、自らの体験をもとに事件及び、日本共産党が行った、左門の実態を告発した。なお、お名出版と同年に、高野武氏も自身の個人ウェブサイトで事件の体験を、自分史の一部として発表した。党本部で一週間にわたる、左門の結果、 反省文の提出をさせられたが、新日和り主義文化とは、無関係と認められ解放されたと解雇している。2001年に出された、川上の、サモン文庫版に、加藤哲郎は、サモンの背景と題する解説を寄せている。加藤は、当史上最大の人権侵害事件と表し、ハンセン病元患者への日本政府の対応にも、なぞらえた上で、被害者たちに謝罪するのは、 いつになるのであろうか。と、市民社会の論理に従い、川上ら被害者に謝罪する、要共産党をいさめる論調であった。これら一連の出版物がジャーナリスティックに取り上げられた。事件を従来言われていた、理論問題や文化的活動という党規約違反といった観点から、論じるのではなく、分派的発時の党組織の実態が、クローズアップされ、 事件は日本共産党の閉鎖的体質が最も顕著に現れたものと位置づけるキャンペーンがなされた。共産党側の反論より、川上らの著作を重視し、彼らを被害者とする論調が10年にわたって主流を占めた。川上トール0 0 7年に素描1960年代を刊行した。そこで、 民政本部メンバーは実際に分派と見られる諸活動をしていることを明らかにした。それを読んだ、由井義雄は、サモン観光直後の1998年1月20日付、赤旗市場での批判が分派の事実関係については正しいものであったこと、川上ら民政本部グループが自分たち民政地方組織の新日より未主義事件連座者にも35年間分派の 事実を否得していたことに衝撃を受け、2008年、実装日本共産党の左門事件を観光し、新日和り主義事件をめぐる動きは、新たな段階に入った。油性は、解放区イコール民政会館は、程度の悪い不満分子の創屈にすら見える。共産党に主導上の問題や、実情からかけ離れた六中層決議もあった。しかし心派分派も、 民生をおかしくしたと言えないか、と、川上らを強く批判している。ありがとうございます。